にちは、永山です。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はダブルモニターの設定方法とそのメリットについて解説します。よろしくお願いします。まずは設定後の画面になりますが、このようになります。これを今からやっていこうと思います。そこで必要なものですが、モニター、まあこれは何でも構いません。あとパソコンとモニターをつなぐ HDMI 端子、これが必要です。あとあなたのパソコンですね。それとあとあると便利なもので液晶ディスプレイアームというものがありますので、もしよかったら使ってみてください。 こちらになります。アームの取り付けを混ぜた上で解説します。まずはアームの組み立てです。箱にこのようにたくさん入ってきます。結構重たいので気をつけてください。中身はこんな感じです。でここで補足なんですが、机にこのアームをつなぐ場合、そのままつけると傷がついてしまうので、こういったプレートを使ってみてください。組み立てるとこのようになります。では次に参ります。次にアームを次 PC に取り付けます。PC の裏側に蓋がついているので、それを外してこのようにつけてください。で外したものがこのようになりますので、これはまた使うかもしれないので取っておいてください。 PC と端子を次はつなぎます。ここでは、HDMI 端子と、パソコンから出ている線をつなぐことになるのですが、HDMI 端子はパソコンのこの部分につけるようにしてください。線もしっかりつないでくださいね。PC の設定をします。ここではちょっと2画面だっていうことを確認するためにフォトスケープを使います。で、このウィンドウは閉じないでそのままにしておきます。ということで、まずは、これをちょっと一回閉じてもらって、パソコンの左側の方の設定にしてもらって、こちらの拡張を押していただきます。すると、確認するためにちょっとキャプチャーしてみます。すると、このように2つの画面になっていることがお分かりいただけるかと思います。これを実際にどのように使っていけばいいかと申しますと、今から、サイトを開きますので、その通りにやってみてもらえばわかると思います。まずは Google をクリックして、なんか適当なサイトをちょっと開いてみます。ここでは、こんなのがいいかなと思います。で、ここでタブがもう一つ出ました、タブっていうか、サイトが出ましたので、これをもう一つの画面の方に移します。で、こちらが映った画面ですね。もう一つの画面がこちらの Google の画面になります。これもまた確認をするためにフォトスケープを使います。実際どうなってるかご確認してみるとわかると思います。で、このように2画面になっていることが確認できると思います。これはどういうことかというと、右でサイトを 見ながら左で作業をするといった工程が踏めるということですね。ぜひ試してみてください。